このそば。お姉さん、着替え終わりましたよ。リボンの結び方とか変なところがないか見て。マジ美少女。え、なに、なんなのこの可愛い生き物。はぁ、すごいわ。さすがは悪手図教のロリッコ枠ね。ロリッコと呼ぶのはやめてください。それに私は悪手図教ではないのですが。まあ細かいことはいいじゃない。素敵よ、バッチリ着こなせてるわ。ありがとうございます。普段と違う服を着ているだけでなんだか落ち着かないものですね。それならお姉さんがとっておきの対処方法を教えてあげるわ。ちょっと耳を貸して。ローブを着るのをやめてその衣装を普段着にしちゃえばいい。息を吹きかけないでください。なんて愛くるしい反応。お姉さん癖になっちゃいそうよ。お姉さんは癖が強すぎます。反省してください。だいたいローブを着るのをやめるなどありえません。なぜならばこの私はコーマ族随一の魔法使いですから。うんうん、コーマ族随一の魔法使いね。毎日私のためだけに接客してほしいわ。はあ、お姉さんは人の話を聞かない人ですね。今は収益を増やさないと教会が潰れてしまうのでしょう。私も手伝いますからしばらく一緒に頑張りましょう。めぐみさん、どうしてそこまで私のために。まさか私に惚れたのね。違います。またやってしまったわ。いつもこうなのよね。何の気なしに接していても相手を虜にせずにはいられないの。お姉さん聞いていますか。なんて罪な女なんでしょう。アクア様、私自分の美貌が怖いです。だから違いますってば。私はただ昔の借りを返したいだけです。お姉さんには以前アルカンレティアで随分お世話になりましたから。まあそうだったのね。昔のことを今もちゃんと覚えてるなんていじらしい。ねえめぐみんさん、今日の営業時間が終わったら一緒にご飯を食べに行きましょう。もちろん制服のままでね。嫌ですよ、恥ずかしいので着替えます。でもご飯に行くのは構いません。やった。そしてご飯の後は私のお家で隅々まで美少女を堪能して。本当にお姉さんは変わらないですね。さあそろそろ開店時間です。扉の札を返しましょう。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。素敵な朝ですね。今日も悪手図教は来るもの拒まずですよ。レッツ入信。このスマ